はい、ございますでしょうか。私の野です。地方自治法の改正案について伺います。先日 の, 囲みでもおっしゃったと思いますけれども、知事でその新型コロナの対応も念頭に置きながらですね、スピンレート責任が不明瞭になることが一番問題だというふうに指摘されておりました。これは具体的にはそのコロナの対応の際に、どういった時にそれを一番強く感じられたのかというのを教えてください。例えば緊急事態宣言であったりまん延防止措置であったり、それが必要だというふうに自治体として判断したとしても、結局それを実行する権限は国にあると、そして裏付けとなる、支援策の裏付けとなる財源も国にあるとなると、必要だと判断してもそれがなかなか実行できないでありながら、実務上は事実上それはもちろんこれは国が緊急事態宣言ということなんですけれども、結局国なのか地方なのか、その権限と責任がよく分からないところがあると僕は思うんです。なのでそこはもうある意味明確にきちんと定める、権限があるところにあるところの責任と、ある意味その財源も含めて、そういったところそれがきちんと措置される、権限と責任がねじれるのが一番良くないというふうに思います。特に緊急、感染症対策もそうですけど、緊急的な対応が必要とする場合、緊急的な事象が生じた場合には、やはりどこに責任があるのだ、どこが権限者でどこが責任があるのかっていうのをより明確にしないと、迅速な判断、適切な判断できないというふうに思いますから、そういったところをより緊急的な事象においては明確にすることが重要だと僕は思います。財源もセットで考えるべきだというふうにおっしゃっていると思うんですけど、これは例えばその緊急事態宣言下における飲食店などに対する給料保障などをイメージされているんでしょうか。そうですね、はい、例えばですけれども、やはりその感染が非常に多く増えてきたときに、一旦都市の経済活動をストップを狙いするならば、やっぱり支援策が必要である。でも支援する財源は国が持っているとなると、でもなんか判断は自治体の意見が重視というふうになってくると、結局最終的な責任のもとに判断しづらい状態があったと思います。なので、緊急的な事象が生じた場合にはとりわけ、それが自治体になるのか国になるのかというのはあると思うんですけれども、どこに権限があってどこに責任があるのかというのを明確にした上で、迅速に判断できる仕組みにしていくべきだと思います。